トゥーランドブリューの時間です。第一次世界大戦はなぜ始まり、どうやって収束していったのか。今回は悲惨すぎる結果と愛しすぎるその後についてお話していきます。はい、昨日のね動画ではね、第一次世界大戦がどういう理由で開戦していったのかっていうね、その複雑な歴史や民族問題についてお伝えしてきましたね。はい、それはもう各国の思惑や歴史、それまでの戦争の結果などがもう複雑に絡み合ってこじれて始まってしまったと、なんとなくねこの体制を始めたかったかのようなこう勢力の気配も漂いつつ、まあちょっとね香りつつ、結局ね第一次世界大戦は数ヶ月で終わるやろと、思われてたのにもかかわらず、まさかの4年半にもわたり、もう様々な国がボロボロになるまで巻き込まれていったんですよ。本日はね、第一次世界大戦がどのような結末を迎えていき、世界にどういう影響を及ぼしたのかっていうね、このあたりについてお伝えしていきたいと思います。はい。勝者さえもボロボロになった第一次世界大戦。ちょっと前の流れから説明すると、第一次世界大戦前に、産業革命を経て、僕らもね馴染みのある資本主義が確立していきました、ね。簡単に言うたら、技術が進歩したことで、農業から工業が主流となり、世界の在り方が大きく変わりました。はい、言うてしまえばね、農業社会は自分たちで作って自分たちで食べるっていう、生産と消費が一体やったわけ。まあシンプルにね。そう、自分たちの土地に農地があるわけやから、家イコール職場やしね。しかし工業社会になると、生産職場と家庭が分離していくと、ね、家とは違う場所で働いてお金をもらい、それで食べ物を買うようになったんですよね。だから自分で作って自分で食べるって時代から、ね、自身の労働力を打って得られる賃金収入に依存せざるを得なくなっていく。ね、この流れはもうそのまま現代でも通じる話ですよね。その間に便利にはなったけども、資本に依存するようになった、で、この世界は今でもこの時に確立した資本主義という波に乗り続けてると、ね、とにかく自分たちの産業を大きくして他の国よりビッグになりてえと思った各国の権力者たちはこの労働者を抱えまくって、ビジネスを拡大していったと、で、最終的には他の国侵略して、そこの国の労働力と資源使いまくったら、さらにビッグになれるんちゃうのと思った欧米諸国は労働者、軍資金などを確保するために植民地獲得競争をしていくことになると。しかもね、この産業革命の飛躍的な技術の進歩で、みたいな、機関銃みたいな新兵器とか、恐ろしい化学兵器がどんどん開発されていくのよ。ねえ、もうそうなるともうさらに無双状態をね、もう持ってない人たちはもう戦えない。これまでの騎兵とか歩兵で戦う人たちの戦略がもう全く通じなくなっていく。で、銃持ってる人たちは隠れて、で、敵が身を乗り出してくるのを待ち伏せしてきたらって言ってドラドラって撃ちまくるっていう作戦が、第一次世界大戦の主流になっていったと。はいはい。と言っても、機関銃で待ち構える側はね、敵が見えへんかったら攻撃できへんから、で、なんか穴みたいな堀を作って、辛抱強く隠れ続けるみたいな、いかにも地味な戦い方してたのね。なるほど。だから敵のテリトリーで待ち伏せして攻撃したり、引っ込んで陣地に戻っていったり、そんな動きを繰り返しながら戦うから、結構その勝敗つくのに時間かかると。だから各地で泥沼の持久戦が続いてしまったとも言われてます。こんな感じね、いろんな要素もあって、第一次世界大戦はもう想定以上に長引いていくと。さてね、ここでついにアメリカも登場してくるのよ。で、そのきっかけはドイツが行ったとんでもない作戦でした。で、その作戦とはイギリスが輸入に依存している食料の小麦をね、商船ごと沈めるっていう、で、唾液を与えようという作戦やったんですよ。ほうほう。だからイギリスの食を断つ作戦。しかしなんとね、中立の立場を取ってたアメリカのね船までも、ドイツの攻撃で山ほど沈められていった。あれれれれれ、なんでそんなことすんの。そうなるとアメリカ国内で何やドイツのやつみたいな感じで反ドイツ感情がどんどん高まっていくやんか。そらね、そこうしてアメリカも連合国側として世界大戦に参入してしまったんですよ。うわ。で、この頃、ロシアもね強かったんですけども、ガッタガタなってたんですよね。産業の近代化が遅れ、国民生活圧迫したせいで国内で大革命が起こってしまったのよ。そう、最後の皇帝ニコライ2世が処刑されて、ロマノフ王朝が崩壊してしまった。第一次世界大戦でわーってやってたけども、もう国内がもうおかしなってもうたから、もうやだやだとか、第一次世界大戦どころではなくなってしまった。はあ。で、こうしてもういろいろあって長引いた第一次世界大戦もいよいよ結末に向かっていくと。アメリカが参戦した反ドイツ連合軍は、さらにアメリカも加わって一斉にドイツ帝国を攻撃
していく、うんうん、でドイツ帝国も大ピンチやん、うんうん、はっきり言って、うん、しかもこの苦しいタイミングでね、うんうん、国内でも大混乱が起こり始めるのよ。うん、まあ、そりゃそうやね。もうなんとね、政治的自由と平和を要求したドイツ革命が起こっちゃうんです、うん、はいはいはい、ね、もうドイツ国民は限界やったんですね。うん、で革命のちょっと前からね、労働者はもう大ストライキを始めてるし、うん、あの皇帝ビルヘルム2世ですわ、うん、出た、この人に対する不満がもうマックスまで来てる、うん、でもそんな中でもドイツ海軍はあらゆる声を無視して、うん、この状態でイギリス艦隊に決戦を挑むぞと動き出したんですよ。うわ、やいい、で海軍ガー行って、うん、でも我慢の限界を迎えたドイツの水兵たちは反乱を起こしたの。うん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 、でこの流れが国中に広がりました。なるほど。そしてついに王政は倒されて、第一次世界大戦のきっかけを作ったとも言えるね、うんうん、皇帝ビルヘルム2世はオランダに亡命したの。逃げんのかい。逃げちゃったのよ、ここまでして。逃げんのかい。でこうしてドイツ帝政は崩壊していったということなんですね。はあ。でこのドイツ革命の影響で三国同盟側はもう完全に崩れてるよね、うん、第一次世界大戦に終止符が打たれていったと。戦争が長く続くとね、うん、もう外からも内からも崩れていくのよ。そりゃそうよね。でもね、そうそう、特にドイツなんかさ、もともと平和にやろうぜってちょっとなってたのに、ビスマルクが言うてたのにね、行かれたわけでしょ。そう、もう国民も限界来てる。そうな、そう、水兵がもう裏切ってるからね。そうね、裏切るって言葉も使いたくないぐらいのね、うん、そして途中参戦したアメリカ軍の影響で思ってもなかったものが、うん、世界中に広がり始めんねん。のにのにのに。なんとね、うん、アメリカで流行り始めてたインフルエンザが、うん、ね、世界中に広がっちゃったの。あら、病。大戦に来たことで、あ、これね、通称スペイン風邪と呼ばれてて、あ、ね、あれね、そう、当時の世界人口の、当時20億人ぐらいからね、うんうんうん、4分の1に当たる5億人が感染してんの。うわー、えげつない。だから、うんうん、それで何人亡くなったか、うん、4,000〜5,000万人。で一説によると1億人以上亡くなってると。うっそ、えぐ、やばくない。コロナとか全然ごえやん。ごえやねん。人類史上最大のパンデミックとなっちゃうのよ。はあ。人口の 5% がなくなるっていう。えぐいね。ちょうど100年前これ。ちょうど。ね、コロナが2020年に感染拡大したやんか。うんうん。スペイン風邪が1918年から1920年にかけて流行してるのよ。うわー、ドンピシャな。で、だからよくこの2つのパンデミックって比較されることがあるんですけども、うん、まあ、2022年11月現在で、まあ、コロナの累計感染者は6億人。うん。死者は662万人っていうことを考えると、うん、まあ、スペイン風邪の5億人感染の1億人死亡は、うん、もうちょっと現代では想像できないレベル。やばいことやね。こんなもんが100年前に流行ってると。うわ。でしかもこのスペイン風邪ね、うんうん、まあ、コロナウイルスは、まあ、若い人は、まあ、重症化しないって言うやんか、うんうん、若い人がめちゃくちゃ亡くなっていくっていう。あ、逆にね、そういうウイルスやったの、うんうん、まあ、人工的なね、今みたいにまあ長生きじゃないから、うんうん、っていうのを差し引いても、うん、5歳未満の赤ちゃんのめっちゃ亡くなっちゃうし、25歳から35歳の人たちもバンバン亡くなっていくと。はあ。でこのインフルエンザのもう犠牲でね、徴兵できるというか、うんうん、戦える男性が減ってしまったと言われてるぐらい。ああ、そうよね。そう、一説によるとこのスペイン風邪の流行も第一次世界大戦の終結が早まった理由なんじゃないかと言われてる。だから今ってね、100年前のパンデミックって流れもそうやし、うん、緊迫した第三次世界大戦みたいな流れももうめっちゃ似てると。第一次世界大戦ではヨーロッパの帝国たちとその植民地、うん、で現在の国にして70カ国以上が参戦してる、うんうん、そして悲しいかな、工業技術の発展のおかげで進歩していた科学技術が兵器までもどん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 と進歩していって、うん、その結果潜水艦、毒ガス、戦車、飛行機などの新兵器を用いたもう総力戦になってしまったんですね。はあ。約7000万人の兵士が参戦し、まあ、兵士の犠牲者はもう1000万人以上にも上ると、うんうんうん、ね、こんな感じですよね。すごいな。もう多分これだけじゃもうね、及ばない、もうこの一部ですからね。うんうん、うん、ね、1914年7月の開戦当初はクリスマスまでには戦いは終わってるだろうと想定されていたのにもかかわらず、まあ、いろんな出来事がもうこじれてこじれて4年半に及ぶ世界大戦になってしまったんですね。第一次世界大戦の大きすぎる爪痕。1919年6月28日にベルサイユ条約が締結されて、まあ、第一次世界大戦は終結しました、うん、このベルサイユ条約会議には日本を含む各国の代表が参加してるんですよね、うん、でこの会議ではイギリス、フランス、アメリカなどの戦勝国側が主導権を握っていたと、うんうんうん、で敗戦国のドイツなどはもう一切参加できなかった、うん、で平和のために考えようっていう会議にもう負けた国はもう参加できない。うわ、
ね、第一次世界大戦中に革命が起こったロシア、ソビエト政府も参加できなかった、うん、敗戦国となったドイツやオーストリアだけでなく、うん、勝利したイギリスやフランスも国土は荒れ果ててしまったとね、うんうん、4年間も戦い続いたからね。そらね。そして戦争遂行のためにアメリカから借りた重い借金の取り立てに、まあ、大戦後苦しむようになっていくと、うんうんうん、まあ、ここでアメリカがブワッて儲かっていくんですけどね。なるほど。で、第一次世界大戦後のヨーロッパではね、うん、これまでの国家体制が崩壊するような出来事がもうたくさん起こりました、うんうんうん、一つ目が旧帝国の崩壊です。長い間ね、大きい帝国に支配されていた東ヨーロッパやバルカン半島の諸民族は独立を達成し、うん、まあ、それぞれ国家となって自立していきました、はいはい、これまでは専制君主制っていうのが主流で、わ、うん、かりやすく言うとね、国王個人に権力が超集中して、まあ、国を治めるっていう、まあ、そういう政治体制なんですけども、まあ、日本でもね、飛鳥時代とか奈良時代はもう天皇にも一極集中してたし、うんうん、江戸時代では幕府が強い権力を持っていたと、はいはいはい、で世界の大半の国々が第一次世界大戦前は帝国とか君主制の国やったから、まあ、トップが権力を握りすぎてるみたいな感じやったんですけども、うんうんうん、大帝国国家が崩壊しまくったことで、うん、めっちゃ大きな変化が起こりました。お、まあ、簡単に言うと、うん、まあ、専制君主から立憲君主っていう憲法によってね、うん、王様の権利何でも OK じゃなくて、うんうん、制限されてて、うんうん、むちゃくちゃできないよっていう、うんうん、そういう国家体制に変わっていったんですよ。なるほど。まあ、徐々にね、今の民主主義化が進んでいったみたいな感じね。そうね。大戦後にはね、世界を牛耳っていた大国たちのもう国家形態さえも変わっていくと、うんうんうん、二つ目の崩壊は栄光ある孤立と呼ばれたりするほど圧倒的な国力を誇っていたイギリスの没落です。おーね、イギリスは戦勝国にもかかわらずね、まあ、勝利してるのに、うん、第一次世界大戦前から世界政策のためのね、うんうん、世界でトップになるための度重なる戦争でも疲弊してるし、うんうん、ね、イギリスの植民地でも独立運動がもう活発になっちゃったのよ、うんうん、だからもう大繁栄の時代を終えることになっていったと、うん、そして3つ目の崩壊が世界初の社会主義国ソビエト社会主義共和国連邦の出現です、うんうんうん、で第一次世界大戦時にロシア革命起こってたよね、うんうん、ボロボロになってたよね、大戦どころじゃないわってなってたんですけども、うんうん、まあ、その後に世界最初の社会主義国家としてソビエトが成立したのよ、うん、そうで、ロシアは大戦中にドイツ東部のタンネンベルクの戦いでドイツにめちゃくちゃ負けてたから、うんうん、大ダメージを受けてたと、うん、でその大敗後に民衆の不満からロシア革命が起こったので、もうロシアは第一次世界大戦どころでなくなってしまったと、うん、でこのロシア革命によってフィンランド、バルト三国、ポーランドが独立しました、ね、第一次世界大戦で募った民衆の不満は国の在り方にも大きな変革をもたらすということですね、うんうんうん、ロシア革命もそうやんか、そうね、さっきのドイツもそうやんか、うん、革命ってのは国民が起こしてると、うんうんうん、実際国が倒れて変わってるんですよ、うん、今の日本やと、いや国民が国を変えるなんて無理っしょと、うんうんうん、いう感じの雰囲気漂ってますけども、うんうん、実際にほんまにヤバなった国とか、うんうん、歴史見ていくと、うんうん、国民の動きが国を変えてるんですよ、うん、なるほど ね、ドイツ水平の反乱もそうやったけど、うんうんうん、僕たちが国民一人一人の力では何も変えれないと思い込んでるのは、うんうんうん、まあ、これらの歴史を知ってる権力者がね、うんうん、いやこれ国民で革命されるのマジでだるいなと、うん、どうやったら国民がアホになって無力化してくれるかなと、うんうんうん、考え抜いた結果が今やとすれば、はいはいはい、怖くないかと。なるほどね。だってまあおらんや日本人とかでもまあまあなんか国のために動くってなったらもうちょっと痛いやつになっちゃうし、ね、でもこの世界っていうのは実際国民の動きによって実際に変わっていってるってね、歴史が証明してるっていうね。ほんまやね。4つ目の崩壊が東ヨーロッパ諸国の独立です、うんうん、東ヨーロッパの大国に従っていた諸民族たちはアメリカ大統領ウィルソンの民族自決の理念に沿って、まあ、戦後に独立を達成しました、うんうん、ね、こんな感じですね、独立した国ね、うん、ね、いろんな国が独立してると。ほんまや。でこの民族自決というのは、まあ、それぞれの民族、うん、自らの運命を自分で決めなさいと、うんうんうん、決めることができるよという理念です、うんうんうん、でさらにこの第一次世界大戦中はね、ヨーロッパの属国の中で労働者とか女性が世界大戦のためにかなり貢献したんですよね、うんうんうん、で男性たちがもう戦争に駆り出されてるからもう女性もめっちゃ働いていったと、はいはいはい、でそうなっていった時に、まあ、選挙権をね、労働者、女性にも拡大するべきだよねと、うん、当然なっていきますよね。そうよね。で実際にこう選挙権が与えられたりというか、うん、形が変わっていく、うんうん、この世界大戦によってこれまでの世の中の常識も変わっていったと、うん、で最後に5つ目の崩壊が、はい、まあ、若年層世代の男子がめちゃくちゃ減ってしまったことで起こったんですけどね。なるほどね。第一次世界大戦は結局1000万人というあまりにも膨大な死者、行方不明者を出しちゃって、うん、まあ、大戦後のヨーロッパにも大きな傷跡を残したのよ、うん、
特にイギリス、フランスでは18歳から25歳の若い男性がもうめちゃくちゃ減ったと、うん、男性の 30% が減ったという話もあるくらいなんですよね。うわ、特にフランスでは若年世代の男子がごっそりいなくなったから、うん、まあ、出生率が大幅に減少してしまった結果、うん、まあ、回復に100年近くもかかってしまったと。うわ、まあ、だからそんだけなくなってるってことだよね。もうやばいね。これだけのデータでも1回の世界大戦でどれだけの悲しみを生んだのかってことがね、うん、まあ、想像できますよね、うん、第一次世界大戦の着地が第二次世界大戦とつながっていくね。第一次世界大戦の結末がもう相当遺産やったってことがね、お分かりいただけましたかね。はい、そこまでして一番ならなあかんのかっていう ねもうどうなってんのよ、ね、もう理解に苦しむレベルなんですけども、うん、この大戦の結末っていうのは、うん、さらに悲惨な未来を辿っていくことになってしまいました。これ以上、まあ、第二次があるからね。あ、そっか。で、第一次世界大戦終結後、うん、1919年に戦争をちゃんと終わらせよう、終結させようっていうためのベルサイユ条約が締結されました。うんうんうん、ね、さっきも言いましたけどもね、うん、戦勝国だけが集まって会議をし、うんうん、敗戦国は話がまとまるまで呼ばれなかったと、うん、で、その内容の一つにね、うん、この大戦が始まってしまった全責任をドイツだけに背負わせるっていう、うん、そういう流れになったのよ。ほう、まあ、確かにね、最初の暴走みたいなね、まあまあまあ一人のね、あとはいういろんなことあったやんか、うん、言うても、まあまあ言うても敗戦国のドイツに課せられた賠償金は、うん、まあ、現在の日本円換算だと200兆円に匹敵するっていう、まあ、莫大すぎる金額。はいはいはい。しかもこの条件6日以内に認めへんと、うん、もう再び攻撃するぞと、連合軍はと、うわ、もう占領するぞと、払えよと、半分脅しみたいな感じだったので、まあ、半分じゃないよね、完全脅しみたいな感じだったので、完璧なるね、ドイツがもう分かりましたってやるしかないよねと、もうね、国消されるわけやもんね。そう、だからもう言ったら戦勝国たちも戦争物資を買いまくるためにもうめっちゃ借金してたから、うん、お金回収しなあかんと、うん、誰が幸せになってんのこの戦い。これね、マジでもうみんな戦争したくないと思ったはずなんよね、うん、まあ、ほとんどの人は、うん、ね、ベルサイユ条約にはドイツへの戦争責任っていう言葉が使われてるんですけども、まあ、誰のせいで戦争が起こったのかってことを平和条約で明記するのはもう世界で初めてのことやったんですよね、うん、で、この条約の中には多額の賠償金に加えて、うん、まあ、ドイツ軍に対する外交やら政治における制限なんかもあったと。さすがのドイツ国民もこれもう激しく批判したんですよ、うんうんうん、だからもうこれ何これみたいな、うん、条約っていうか命令案みたいな感じでめちゃくちゃ恨んでいったそうなんですよ、うん、ね、何の合意もしてへんぞ。そうで、実は後のドイツ、うん、ヒトラーですよね。おー、ヒトラー率いるナチスが、はいはい、このドイツ国民のね、このベルサイル条約への反発、うんうんうん、不満をうまく利用していくんですよ。おー、ね、それで一丸としていく、うんうんうん、このドイツ国民の反感を煽りまくることでナチスの思想をより浸透させていったと。おー、そのタイミングか。そうだ、皮肉にもね、うん、このやりすぎたことが、うん、次の戦いのね、のろしを上げていくことになるんだ。なるほどね。そう、何百兆とか言うから、うん、本来この平和条約平和やから、うん、第一次世界大戦における解決の役割を担うはずやったんですよね、うんうんうん、しかし本当の意味での平和条約とは呼べない、うん、敗戦国ドイツにとっての不当すぎる条約、うん、これが結局第二次世界大戦の引き金とつながっていくっていうね。なるほどね。で、これちょっと後で説明するとして、うん、ここでね、アメリカの経済の動きについても見ていきましょう。はい、アメリカはね、第一次世界大戦時でもめっちゃ儲かったのよと、うんね、戦争資金の貸し付けとか兵器や物資の注文でもう儲かりまくって、うんうん、大戦後はね、みんなもう戦後復興しなあかんやんか、うんうんうん、その注文に変わったから、さらに今経済は成長していく。はいはいはい、うん、第一次世界大戦後はね、うん、買った国でさえも戦後復興のためにもうものすごい金額のお金をアメリカから貸してもらっていった、うんうん、だから次の第二次世界大戦の頃にはもう最強になってるアメリカの背景が見えてきたね。なんか一人勝ちみたいになってるんだよね。そう、今でもなんでこんなにアメリカが強いのっていうのは、うん、もうこの辺がこれがね、要因なの、ね、要因なんですよ。ドイツ帝国も賠償金のためにアメリカから多額の借金をしました、うんうんうん、しかしね、そんなアメリカですけども各国の戦後復興が終わりつつあること、うんうん、ね、まあそれはね、再生していくからね、うんうん、アメリカの生産量に世界の消費が追いつかなくなっていたんですよ。うん、もう作りすぎ逆に ねソ連が社会主義化して商品の買い手ではなくなったこと、うんうん、この3つの理由で、まあ、どんどん物が売れなくなっていったと、うんうん、ね、どんどん借りていいよってアメリカ、ドイツの企業とかにも融資しまくってたけど、1929年にアメリカで世界恐慌になっちゃうのよ、うん、あらまあ、で、手のひらを返したのに金返す
せって、うん、牛島くんぐらい回収しに行ったの。ねそんな苦しい経済状況の中、うん、ドイツでねナチ党を率いるヒトラーが公共事業やで軍事拡大を盛り上げて失業者に仕事を与えていたと。ほうほうほう。ヒトラーさん仕事くれて助けてくれたやんっていう風に、うんうん、まあ、ドイツ国民にねさらにナチ思想を浸透させていく、うんうんうん、このヒトラー率いるナチスの活躍によりベルサイユ条約ね、うんうん、で第一次世界大戦終わりましょうって言って会議からわずか20年で第二次世界大戦が始まってしまうことになるのよ。わーおー、ね、第二次世界大戦は日本もかなり、ね、深く関わってるからね、うんうんうん、まあ、このあたりの話はまたいずれお話したいと思うんですけども、うん、まあ、今回の動画はあくまで、うん、まあ、歴史で習うような内容をなるべく分かりやすい形でお伝えした入門編みたいなお話です、はい、もちろん発表されてないだけで、まあ、裏にはもうたくさんのごちゃごちゃがあったはずやしね、うんうんうん、長い長い歴史の中で絡み合った複雑な事情も数多く存在するわけですよ、うん、歴史は勝者が作るなんて言葉もよく聞くけども、うん、表向きには丸々と言われてることでも本当は全く違うかったなんてこともね、はいはい、まあ、たくさんありそうですよね。あるやろうね。特に気になるのは、うん、第一次世界大戦後に、うん、まあ、戦勝国だけで締結された、うん、ベルサイユ条約ですよね。そうよね。これがきっかけやからね。そうね。言うてしまえばこれなんかあったくさいよね。怪しいよね。まあ、前回お話ししましたけど、うんうん、第一次世界大戦っていうのは開戦のいきさつがむっちゃ複雑やったよ、うん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 、言ってしまえばどっか一つの国家の特定の行為が世界大戦をもたらしたっていうのは、うんうん、ちょっと言い切れない、うんうん、考えにくいっていうはずなんですよ。本当は本当はね。ね、それなのにもかかわらず戦後に、ね、うん、世界大戦に至るまでの複雑ないきさつを無視して、うん、勝った国が負けた国ドイツに戦争を引き起こした全責任を押し付けたっていうのは、うんうんうん、後の大きな禍根を残すことになったわけですよね。その考え方エグすぎるもん。エグすぎるマジで。で結局ドイツ国民がこの戦争責任の押し付けに対して抱いた不満の感情、うん、ヘイトは、うん、やがてヒトラーの運動を育てる温床ともなったということですよ。それから20年後に起こる第二次世界大戦の始まりのきっかけが、うん、1939年のキッチョンケッチョンにしたドイツによるポーランド侵攻なのよ。あ、皮肉な話でしょ。ほんまやな。あの時ガーンしてガーンしてっていうか、なんかできすぎてるような気しんへん。第一次世界大戦の時もドイツやからね。ほんまやな。イギリス女王の孫でありドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルム2世の存在ももうめっちゃ気になるし、うん、ね、なんとかヨーロッパのバランスを取ってたビスマルクを辞めさせて台頭したと思ったら、うん、世界大戦のきっかけ作りみたいな動きをして、うん、最後はオランダに亡命してるからね。ねえ。で第二次世界大戦のきっかけとなったヒトラーも、うん、また謎多き人物なんですよ。あ、ね、独裁者の典型と言われる彼ですけども、そのルーツには謎が多くて、うんうん、ヒトラー自身もね、私は自分の一族の歴史について何も知らないと、うん、私ほど知らない人間はいない、親戚がいることすら知らなかったと語ってるんですよ。しかももともとね、うん、すごい消極的な性格やったんですね。ほうほうほう。で画家目指してたんですよ。あ、そうなんや。美術を学ぶためにウィーンに移住して、うん、受験で2回も不合格になってる、うんうんうん、なのに彼はなぜ突然政界を志したのかっていうね。で第二次世界大戦につながっていく人物ですからね。そうやね。どっちもその火種となってる人たちっていうのはちょっと謎が多いし、謎やね。大戦のきっかけとなったサラエボ事件とかも、うん、なんか全部がちょっとなんか謎めいたあれがね関わってるね。そうやろ。ビスマルクでよかったやんってところを、うん、なんかいろんな王家とかもおる、別の国の王家の血も入ってるとかグーンってきて、グーン入ってきて、なんかそのビスマルク弾いてみたいな動きして最後逃げてて、うん、きっかけ作るところがまたね、サラエボ事件だって、うん、なんかできすぎたようなね、闇の組織がよう分からんやつが人をねで宣戦布告が始まって戦いが起こるとか、うん、ヒトラーだってなんで急に画家目指した人が、うん、急にそんなことなっちゃったのみたいな、うん、まあ、この辺の謎はねいずれガツンと掘り下げるとして、うん、まあ、教科書に載ってる内容とか今に伝わる情報だけでは、うん、まあ、本当の全体とは見えてこない感じがしますよね。そうやね。それにしても第一次世界大戦が始まった経緯考えるとやっぱり現代の状況とも非常によく似てるなと思いますけども、まあこの話からねさっきも出てきてましたけど、うん、やっぱ国民一人一人の力っていうのは非常にまあ力を持つというか、うん、まあ革命しろとかなんかね、うん、戦いって話じゃなくても力があるんだってことは非常に重要なね、歴史から見ても非常に重要ななんかテーマなのかなと思いましたけどもね。そうやね。意識が ね結構いろんなものを変えていくというかさ、ね、僕普段こんな語り方やったかなみたいなちょっとなんかね別人みたいになってるかもしれないということでね、今回の話はここまででございます。はい、ぜひ皆さんの感想コメントでお聞かせください。そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ね、概要欄に僕らの SNS もあるのでぜひチェックしてみてください。はい、また
ちゃく僕たちのニュースを配信しているトゥランド Vlog 公式 LINE も概要欄から登録できますので、ぜひチェックお願いします。お願いします。ねえ、まさきくん大活躍のね、もう一つのチャンネルトゥーランドクエストもね、あートゥーラクエの方もね絶好調配信ですし、はい、まあ、YouTube であんまり話せないような話なんかをしている、まあ、ニコニコチャンネルプラスなんかもね、はい、不定期配信しているので、ぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。それで本日はこの辺でございます。はい、またね。バイ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 。